さすがのジダン、オファーを断りまくっていた。元フランス代表ミッドフィルダージネディーヌ・ジダン氏は、ルーツがあるアルジェリアの代表監督就任のオファーを断ったという。フランス紙レキップが報じた。ジダン氏は2021年にスペイン1部レアル・マドリードの監督を退任後、フリーの状態が続いている。監督として UEFA チャンピオンズリーグ3回制覇を誇るその手腕を求めるチームは多く、様々なクラブや代表チームから関心が報じられてきた。レキップ氏によれば、アフリカネーションズカップでグループリーグ敗退に終わり、ジャメル・ベルマディ監督を解任したアルジェリアがジダン氏に新監督就任のオファーを出したという。他にも、元日本代表監督のハリル・ホジッチ氏やコートジボワール代表とザンビア代表で2度アフリカネーションズカップ優勝の経験を持つエル・ベルナール監督など、アフリカの国で実績を持つ名将が候補に上がる中、アルジェリア系移民の両親を持つジダン氏に白羽の矢が立ったようだ。だが、すでにアメリカ代表やブラジル代表からのオファーも断っていたとされるレジェンドは、アルジェリアからの打診にも断りを入れたようだ。記事では、ジダンは、彼のプライオリティがレブルーであることを隠していないとフランス代表監督のポストに就くため、他のオファーを拒み続けている可能性を示唆していた。フランス代表は2012年からディディエ・デシャン監督が長期政権を築いており、昨年1月には2026年6月まで契約が更新されている。ジダン氏は少なくともあと2年以上先となる運命の時をただ待ち続けることになるのだろうか。プレイヤーとしてもカリスマだし、大人気だろうな。なんたってシエルも制覇してるからな、もう代表監督しかない。フランス国民もジダン来るの熱望してるだろうな。ブラジルとかアメリカとか寮で断られててくさ。エムバペとかもジダンに教わりたいだろ、待ち望んでるよ。デシャンもいい監督だけど、2年後のジダンは硬そうだな。フランスは選手層は間違いなく世界一だからな、白人少なくなったけど。日本もそろそろフランスとかとやってほしいな、怒られそう。ジダン率いるフランス代表ってめっちゃ強そう。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。